クズマキ町は岩手県の中部に位置する岩手郡に所在する町である。町内に散在する牧場、農場を活用したグリーンツーリズム、山ぶどうを原料としたクズマキワインの生産、風力発電、太陽光発電、バイオマス発電などの新エネルギー発電が特徴である。町の中心部は標高約400メートル、周囲は1000メートルを超える山々に囲まれていて、 森林は町の86%である。太平洋側気候のうち、亜寒帯湿潤気候である三陸、上磐型に属する。北上山系に挟まれ、標高が400メートルから1000メートルと高く、内陸性気候の特徴を合わせ持ち、平年気温は摂氏11.3度と低い。最新積雪量の平年値は24センチ。 年校節量の平年値は180センチである。江戸時代には南部藩に属し、漢文5年からは南部藩より分藩した八の兵藩,藩に属することとなった。また、森岡へ塩を運ぶ野田街道の宿場町として栄えた。廃藩地県の後、北九古郡くず巻村となり、幾多の変遷を経て、岩手郡くず巻町として現在に至る。 平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると13.14%減の6344人であり、増減率は県下33市町村中30位。ラジオテレビ高等学校中学校小学校くずまき郵便局郵便局か郵便局 JR バス、くずまき駅町内を鉄道路線は走っていない。 鉄道を使用する場合の最寄り駅は JR 東日本東北新幹線及び IGR 岩手銀河鉄道岩手銀河鉄道線の岩手沼区内駅。一般国道県道主要地報道、一般県道年により開催される日は異なる。初開催は2013年。前売り券を購入し、その券で町内各地の飲食店でサービスが受けられる。 5店舗以上巡ると景品が当たる。毎年7月初めの日曜日に開催される2017年で5回目を迎えるイベント。チケットを購入するとワインビールが飲み放題になる。ジョッキグラスは持参が必要。毎年7月終わり頃にくずまき駅構内にて開催される。チケットを購入するとワインビールが飲み放題となる。くずまき小学校グラウンドで開催。 やったい村ほか、打ち上げ花火や盆踊り、抽選会などが行われる。毎年9月第4度日に開催される、くずまき大魔やわたぐの例大祭。やわ宮のみこしは、初日に、道町内の秋葉神社へ、郷土芸能を、おともに移動、そこで一泊する。出汁は、茶屋城組、下町組、新町組、裏子内組の4台が出る。出汁人形は、茶屋城組、新町組、 裏子内組は一個町、下町組は森岡市から借り上げている。各郷土芸能、出汁は町内を回り、寄付を受けた家庭、店舗に粗品を配り、温度上げや踊りを披露する。初日午後にはパレード、初日夜には出汁組踊りの共演、出汁展示が行われる。なお、不作の年は宮祭りと称し、出汁運行などは行われない。 町中活性化協議会が町中心部活性化のため開催するイベント。屋台村ほか様々な催し物が開催される。各地に雪像が作られコンテストを開催し入賞者には景品が贈られる。くずまき小学校グラウンドにて行われ雪に関する様々な催し物が開催される。綱引きやカーリングなどが楽しめるほか抽選会も行われる。 屋台村やステージショーなどがある。くず巻高原牧場で開催。新鮮な牛肉や牛乳を味わったり、動物との触れ合いが楽しめる。くず巻庁社会体育館、もうもう館で開催され、生涯学習祭り、産業祭りと同時開催される。ステージショーなどが楽しめる。このほか盆時期には各地区で盆踊り、抽選会が開催される。 イベントなどの詳細、最新情報は、くずまき町公式ページを参照のこと。ありがとうございます。